What's up, ladies and gents? My name is Jazzyman. Welcome back to Yakuza Kiwami 2. Hopefully y'all are having an amazing day. I know I am. In the last episode, did some things. Ended up having to look for Santa. Today, we're going to continue looking for Santa. Time to find us a Santa Claus. So let's go. I don't care about you anymore, Ish. Huh? You, Santa. Follow me. Okay. That was easy. ここはアベックが来るとこやないわ。杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。 あなたが村井さんね。これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の薮田は58馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で薮田は負けた。43に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、 薮田はなぜか勝負に出た。皆は凡ミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください。 私は別所の部下です。人号派のことをお聞きしたいんです。二十数年前の神室町での事件覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。一人おった。 詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がええ。教えてください。薮田は名人戦に負けた後、 公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理や言うことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。 人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてくれたんや。余計なことを知って、いらぬ運命を背負うことはない。
どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします、教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。ありゃクリスマスの夜やった。クリスマス？お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジドにいた構成員は次々と葬られた。けどあなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ、あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして？仲間を撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの？ちゃう、キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン。当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方はわからん。それじゃあなたが撃った仲間っていうのは誰なの？実はあと二人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。子供？That's Kazuma for you. What? Shikaisha? What? Kodomo? No. Shounin. Shimano, cold-hearted. 吸収が外れて、わしは生き残ってしもた。それからモライという名前をもらって、こうして生き延びとるんや。じゃあ佐山の父親は、ジンゴン派のボス。その後、ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのね。その後その二人がどうなったかは知らんがな。母親は死んで子供だけが助かったのよ。ほんま、あんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが顔はよう覚えとる。ヒゲを生やした男やった。それは
風間のおやっさんだ。え？俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。わかんないよ。人言派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだと思う。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に郷田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ、郷田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。Go, one down. Yep, slice. Y'all carry knives. I carry a lamp and swords. Got a big foot. Go to the 会長の居場所へ。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったんが間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あの時死んでしまえばよかったんや。あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。Man, you would have lived. What is...
Like, no offense, but from the size of the knives that I saw them wielding, that might have, what, it may be an inch and a half? Into your gut, that's survivable. It would have sucked, it would have hurt, but if you'd have left today and gone to a hospital, you'd have lived. Just saying. Chapter 12! I think there's 16 chapters, if I'm right. Osaka Castle. Hanashi, kiite kureru ka? Ano Christmas no yoru, ore wa Dojima gumi no jimusho ni itta. おやさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日、おやさんは来なかった。俺はおやさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ。 帰れ。いつもは優しいおやさんだったが、その時は違った。俺は気になって、おやさんの後を追った。 組の指示に逆らって人言派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか。ただしこの町から出ていくことが条件だ。 罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。 風間、やはり罠だったんだな。待て、そいつは登場界の人間じゃない。俺、風間さんが危ないと。 Wearing a little dragon jacket. I like it. その男を撃ったんだ。俺がその男。
前の父親を殺したようなもんだ。俺を撃たないのか。どんな償いでもすると言ったろ。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。I sure hope this ain't copyright. That would be really annoying. That's the guy from the tower. Now see, now I know that dagger. That's a deep one. That guy injured. Nah, I'm peachy. Gear you down! Gear you down!
合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつらつこて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になってんの。せやけど、オミ連合の後目はもうわしのもんや。うり。こいつつこて、キリュウの首取るで。I will kill you. お前らしい作戦だな、戦後。I will kill you.I will kill you. I 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 will kill you all. 道場会とキリュウやるだけじゃ。You know, I respect you. You, the little pig. Yeah, you pig boy. You're gonna die. Little pig boy gonna die. A gruesome fate. As soon as I get this knife wound healed up. Madam, please, don't I can't. You got the blood out of my suit. That's impressive. So, what did you say? Kawara-san, don't I? Ah, Kawara no kotode, chotto na. Kanojo no kotode. Ma.そんなことより、これこれはねえ、知らんけど、あんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時まさか止めても無駄や思うけど、その傷や無理したら命取りになるで。彼女は来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。I want pig nose. God, I see Granny back there. Well, I'm gonna run this way as fast as well. What's my health look like? Spot. Hey!
where is Haruka? Trade? I'll take it. Drop it on your corpse. Online. Safer that way. Useless. Down is easy. Look at Chubby there in the back. He does have the most health. Threw him at once. Acupuncture clinic. No way. Okay, it's a different one. I was thinking the acupuncture clinic from Zero. Oh, it. Well, no. No, it's not.
Set him run by you? Kiryu, come on. Just block him off. To Osaka Castle. Let's see what stats I can upgrade before I get there. Oh wow, I could boost this again. That's not really an issue anymore. Grab that.
ちらまで行かれますか。それではお待ちいたします。See that band. Maybe. Time for a boss raid. どこだ天使閣におるわ。まあ最上階までたどり着くのは無理やろな。こいつの弾、イタリア、バラバラにしたるわ。 Jeez. Stamina Royale, dang it. Gotta take him out. Might as well top off. Since not. Ow. That doesn't do anything. Ha!
saying, I'm doing all this wounded. Oh. I see spear. さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあまあで。はるか。はるかを話せ。そないな、でかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。 悪いけど餌になったりや骨まで噛み砕いたりや。
gotta fight some fierce tigers. Now. I can put these away. I'd rather keep these for later. Freshman of the Sky King? I don't know if this does. Oh-ho. Oh, you still got me. Oh, feel the heat. Oh. さんの遊びに付き合わされて、ほんまご苦労やったな。これはまたんかい。ジャスティス。That feels good. Wasn't even me, but that feels good. わしも目的のためなら何でもする男や。せやけど、ガキを人質に取るんは趣味に合わん。 親の七光の癖しよって、何言うとるんじゃ。黙れやボケ。
That was a hard kick. That feels good though. Told you we're gonna die. Painfully. これで邪魔者は消えた。いよいよあさって、わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ、ほな。I like him. I like him. He's a piece of shit, but he's an honorable piece of shit. Nothing better than an honorable piece of shit. It's best you could ask for. 怖かったろ。ごめんな。またこんな思いをさせてしまった。どうしたの？大したことはない。Oh, now the wound hurts. しっかりして、おじさん。Now the adrenaline is gone. Oh, what the hell is... 傷口が少し開いたみたいね。傷口。大丈夫よ。He's hurt. It took on two tigers. I did that shit wounded. I'm a god. Ah, even better. I'm a dragon. ママからメモのこと聞いたの。そうか。無事でよかったわ。またカッコつけちゃって。このアホ。Who's this? Oh, you. Creepy old fucker. Alright. Target drop! Chapter 13. Settling accounts.はい、これでよし。ありがとう。これ、一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。だから桐生さんを信じてあげて。生きている。生きているって言ったって、一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろう。タミオさんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。Raise your stats to their highest possible levels and you will gain the ability to surpass your limits and to become the strongest man in the world. That is all. Hey, one more. Boo! Interesting.
Top off some health, I guess. And save. Alright, but ladies and gents, thank you for joining me for this episode of Yakuza Kiwami 2. Hopefully you enjoyed. I know I did. Make sure to check out YouTube, Twitch, Twitter, and Facebook, Jazzyman Gaming Crossboard. As always, appreciate you being here. Stay jazzy.